そろそろなんかラキオのイベントとか受けたいよね。ラキオって1個も空いてないの？一個も空いてないと思う。あとユリコ。何でいく？サチサチ。ドクタープレイも面白かった。ドクターしかいないけど。ドクターとエンジニアがいると相乗効果が強い。ね。AC 主義者か。これでやってみようかな。いいんじゃない？ちょっとだけ上院出たみて。うん。もうだいぶ地に開いたね。あと1個。全部開いたらなんか起こんのかなこれ。わかんねえ。SQ も開かないよね。ラキオとかいっぱいあんのに全然空いてない。ラキオは超合理主義者だよね。なんか食事とか無意味みたいな感じだし。茂道も全然開かない。謎だらけじゃんこれ。そんなに謎がある人物に見えないんだけど、すげえ重要な人物だったらどうしよう。強制年金ジョナス、クルシカ、乙女、シャーミン、少ねえんだよな。ルノシアプレイしたとき一回シャーミンやったけど、これであれで勝てばよかったんだろうな。ここにあった。なんだよ、ユリコも開かないね。うん、勝利条件って書いてないの？ AC 主義者の。勝利条件自体は書いてないな。自分に対抗して名乗り出ているエンジニアを調べて人間報告をする嘘はバレる可能性のある特に利益のない行為。
楽しいですよ。じゃあ普通に英知主義者を普通にやればいいのか。あった、 AC 主義者の勝利条件は愚弄者に勝たせる。ああやっぱそう。ただ自分も生き残る、当たり前か。そりゃそうだ。難しいなってことは AC 主義者、うん、愚弄者より難しいんじゃない。いやそうでもないか。人間にのふりして愚弄者を勝たせばいいのに。勝たせれる。食べられたら終わりでしょ。食べられたらっていうか、そうだ、ね、殺されたらダメなんでしょ。そうだね、それはちょっと難しいね。嘘プレイはまあそういうことやな。家道とかかばってあげるといいのかな。でもな、エシ主義者がまた今度は、うん、とりあえずクリアしてもらう。まだ何とも言えねえな。どれが苦悩者だかを見極めないと。まあ最初はわかんねえ。どうする。最初はわかんない。なんでユリコばっかり先延ばし先延ばしになってったらいいの、まあ、とりあえず弁護しとくか。またコメット疑われてる。なんとも言えねえ。まだそしたら潰し合ってくれるのがすごい助かるから。まあ適当でいいよ。そんなにこれでコメットがあの苦悩者だとめんどくせえな。うん、茂道が仲悪いのか。じゃあ茂道でめんどくさいから。どうしよう、何あげようかな。直感、人間だと家がやりたい、やっぱり。うん、なんか次男のイベントか、うん、なんだこの気まずい空間。本当かよ。
あの教会に行けば会えるってやつ。うん。あれ誰が言ってたんだっけそれって。教会に行けばお母さんに会えるのってジナだっけな。レムなんじゃないっけ。じゃあ今日はレムなんだっけ。あ、いや、やっぱジナじゃね。ジナか。そうなの。ユリコの正体がまだ全然わかんないから、お互い生き延びられるといいね。いやもうシャミ怪しすぎるでしょ。シャミじゃねえ、あのラキオじゃん。もうラキオ絶対に絶対にクノシアじゃん。誰だよな、シャミやってやつ。相当直感的な、なんか頭悪いやつやな。シゲミツとかさ、うんうん、コメットはもういないからな。シゲミツ怪しいな。あとはククルシカか。直感のままに行動するから、うん、逃げ道だともうちょっとこうはいはいって言いそうなものだけどな。やっぱあれかな、ラキオユリコ、ラキオユリコククルシカとかかな。一つだね。ラキオが説をかばった。ラキオは絶対偽物だって言えるんだけど。ラキオが説をかばったってことは。AC しかない。バグはいないのこれ。お金が。ラキオが説をかばったってことは説の方か。うん。襲われないようにターンを経過させるっていうのが難しいな。いや、ユリコはククルシカにやったんだから、ユリコククルシカはまずねえの。とにかくコメットは人間だ、それは間違いないから、うん、ちょっと怖いけどユリコ揺さぶってみるか。ラキオの反応が見たい。多分ラキオセットだな。ラキオ、ラキオに協力関係結んだらダメなの。怪しいからやめた方がいいと思う。うんうん、じゃあ説に。票もらえるじゃんねえって。そんな目立つことしちゃって大丈夫なのかな。こいつは使えるって思ってくんねえかな、この試合は。
ラキオセッツ、もう一人ちょっとわかんねえけど。なんでククリシカなんだろうな。ユリコが言ったからか。もう一人が誰だかわかんないな。でもここでおそらくグノシアだろうって思ったやつに入れてるのは人間だ。まだでもそれ1日目だからな。あと1回ぐらい生きれそうな気すけどな。あ、今日ククルシカかばった。ククルシカやったの。確かにあいつロジックないけど。ククルシカか。じゃあお、どうすんのこれ。だってでも、まあでも別に人間だろうが、グノーシアだろうが、うん、大して困んねんだよな。受け入れてみるか。特に意味はないけど。ユリコ、ユリコ、まあスタンス的には間違ってないか。SK とかステラとかちょっとどうでもいいやつを、多分どうでもいいやつ。ソダックだけどステラは白だな。あれまた、でもほらさっきユリコのイベント、さっきユリコに聞いてみるといいかもしれませんって。ああ、じゃあだから、じゃあそれでいいじゃん。いけないか。あ、来た来た来た。認知的存在の底？外然魂を肉体化、精神だけどどっか行くんだ。それが不思議。
SF でよくあるやつ。うん、頭の中でデータ化されてコピーされたりするやつ。ユリコって人間なのかな。うん、ずっと不思議疑問だったんだよね。ヒュクルシカは何なんでしょう。わかんねえ。人間じゃないだけど、ユリコなんかこの船にはもしかしたら人間じゃないやつが何人かいるのかもしれない。星の家？星船？破高速船。逃亡したんだ、そっから。だからなんかちょっと不思議な能力が使えんの。やっとユリコに関する重要な情報が分かったな。あ、やっぱそうなんだ。やったー。え？え？生きてる。ジナいるな。仲の悪い人になってる。あ、すごい。うん、ユリコがその蓋然計算領域に送る役目の人なのか。一回だけ？ごめん。母親の肉体を捨てて天皇化した。説ラキオでしょ。つかなんでラキオが潰されないのか未だに謎なんだけど。ユリコ本物だと見て人間ではあるか。でもこれは良くないやつだな。あ、やめ、お、説が危ない、説がない。説が危ない。助けてくれ。説な。ぶっちゃけ説も泣きよも、もう十二分に怪しいわ。私が分かったんだからもう怪しすぎるよ。レムナンなんとかしてくれ。レムナンは怪しくない。レムナンだってさっき怪しまれて通じされる寸前だったから、まだあれだったけど。やべえ、
助けてくれ。まあラキオも来るよね。節は守ってくれたな。まあでもマシカマだこれは。同調してもいいんじゃないこれ。やっぱ気をそうだな。大げさに言ったらいい。言わないんだ。目立ちたくない。大げさ目立つんだやっぱ。ダメージはでかいけど。なぜラキオが今まで目につかないのか不思議でしょうがない。ジナでいくか。人間だと思われてるね。ん？ジナでユリコ、ユリコじゃなくていい？誰が一番今来たんだ？なんかユリコに見えたんだけど、来たやつは。流れが。どうだろう。走ってる。おお。一回イベント見るとなんかあれなんだな。そのかそれを知ってるかん、それを知らないと見れないようなイベントを見れるようになるんだな。うん。やっぱ別なんだなあれ。まあ、これが先でもいいのか。シピと連動してんのかな。知ってんだ。あー、手組んでるか教えてくれてんのか。あー裏切られた。なんでだよ。なんでだよ。私なんかすごい。ふくるしかやれって。すごいなんかいい感じだったの私ですね。気使ってたのに。めちゃくちゃこうグノーシアに有利な立ち回りしてたの。合ってんじゃん全部。全部合ってんじゃん。くそー。くそー残念だ。勝てると思ったのにな。お勝ちかって思ったのに。AC で勝ってしまったな。なんかどうなるか見たことなかったから AC で勝つの。バグもいなかったし。シャーミン。
たまに嘘つきプレイとかも楽しそうだよなって思いながら、目立ちたくもないけど。あら、何これ、クリスマスなし。ダメなんだ嫌かなダメなんだ笑顔で。え、バグいんの？いない。直感が高いからか。でも何にも嘘ついてないんだよな。適当か。ラキオのイベント見たいよ次の公開にしてみればよかったな。みんな毎回忘れちゃう。ケーネコメットの毎回コメットかラキオになるよね。ジナ意外だな。20あと10コマンだよな。コマンド絶対肉体はなくなっちゃうんだね。そういうことか。ああそうなんだ。ああそうなんだ。じゃあ何、金ないとやっていけないんだそれは。いや、詐欺じゃん嘘でしょじゃあ詐欺じゃないじゃんすげえ, 笑ってんじゃんバカ上がり やっちゃったかもしれない。やっちゃった。やっちゃったって言ってる。やっちゃった。難しいところだなこれ。ちょっと茂道は残しておきたい。めんどくせえやつから行くんだよなこうやって。昨日消された人が何々を疑っていたってこう。ジョナスかな。なんでジョナス？まあ強いから。大会登るじゃんこいつ。何掘りがち、掘りがちやっちゃったかもしれん直感高いやつ落としたいよなやっぱ。特にあのあれだよな、コメットとかユリコとか自分を人間だと言えって言われるからちょっとだるいよね。ユリコとかでもいい。ユリコはな。バイバイ。よし。あとあれいないんでしょ、守護天使。そういない。エンジニアとドクターだけ。
このままだ、このまま情報を明かさないで潰しちゃってもいいかもしれないね。あまりし、AC もバグもいないのにな。なんか察したのかなと思ったけど。おお、なんだその。なんでシピなんだ。シピも擁護してるからかやたらと。ミオも入ってもいいと思うんだけど。まあ別にこれは流れでもいいか。うん、流れでもいいかも。下手に。この間違って疑ってるやつらはエンジニアじゃねえよなこれ。なんか言われたこ、なんか見たことないテキストだったけど今。なんかシレッと飛ばしてたけど。鳥肌があれしちゃうのよねーって。悪い意味で気になるっつうか、泣きはアウトな、潔く退場すればって。なんか全然見たことない、地味に全然見たことないあれが。泣きはもうちょっとみんなと仲良くした方がいいと思うな。よしって。いいよ。うん。うん。うん、いい感じ、いい感じ。流れがめちゃくちゃいい感じ。まあ、足切ってもいいじゃないですか。茂道の恋罠聞きたい。テラの恋愛話初めて見た。仮説。よし、いい感じ。ミオってやってるあたりやっぱ直感すげえんだろうな。バレてんのかな。あんま喋んねえし、あいつ。なんかに役ついてる可能性がある。いや、ここは擁護もしないで、ほっとくか。うん。ステラが切られても困る。お、ステラ狙いになってる。他の人に分散させてもいいと思うけど。
ここで名乗り出てもいいんだよな。どっちか死んでんのかわかんないけど。4日目にして明かすのは。すげえ使い方した最後に。苦しかね。でもかなり調子いいんじゃない。うん、ちょっと弓ちゃん残ってもいいよ。おっ、弓ちゃん乗ってる。ありがとう。これでなんとなくわかるよね。でももう どういう派閥になってるの。ああ。大丈夫、そんな目立つことして。うん、何それ、何それ。全滅された。そんなことあんの。勝ったんじゃね。やったー、マジ完全勝利やね。エンジニアとドクターを早々に殺せたのはめっちゃ楽だったな。喋んねえやつだったもんな、どっちも。ユリコ。ジョーサイわけわかんなかったけど。シャミンってクノシアになっても全然変わんねえのな。なんなの？強かったあいつは。いや違う、ごめん違う、そういう意味じゃなくて見た目。まあそうだな。全然変わんないよね。すごいもらってんじゃん。イベントも起こなかったよ。起きたじゃん。しげみちも恋したし。うん、それなんか他のやつも恋したじゃん。グノーシャでもいいんじゃない？あ、でもグノーシャあんま好きじゃないんだ。あんまり好きじゃない。留守番？留守番か。留守番。しかも AC 主義者もいんのか。すごい。半数じゃん。うん、半数的。すごい不利な戦いだな。難しいな。上院ドクターなし、ファイリー。こう、ラキオに生き延びてほしいんだよな。もう全然見れんから、イベントが一個もないんだ。うん、一個もない。そして私、ラキオ推しなのにさ。これでドクター、全部入りのドクター、全部入りのドクター。
ビビビ。おお。おお、それはそれでちょっとグロシアに狙われそうで怖いな。あいつステルスねえから。シャーミンがさっき使ってたあのうやむやにするってあれ、ね、あれ欲しいんですけど。貸してもいいよな。AC かバンカー。アグラップ嬉しいけど。アホアホだな。しげみちが本物かどうかは。なんだよ、もうラッキーをかばおうと思ったのにさ、お前が留守番だったらかばえねえじゃん。なんか一緒にグノーシアプレイやってみたけど、すげえ難しいなあいつ、うん、あいつグノーシアだからこういう動きするっていうのがあんまなかったね。シピもでしょそれ。ん？シピもでしょ。ジョナサーやったことないからわかんないけど、シピもそうだったけど、シピもそうだったね。シャーミンもちょっとわかりづらいかな。レベル上がったら説もわかんねえのかな。どうしよう、我に沿ってスクラにしてみるか、うん、ほぼステラにいたな。エンジニア2人もステラだし、クルシカもステラってことはステラじゃねえんだ。うん、人間だろうな。ごめんね。直感がないと。イベントないな。クルシカは敵だからな。あと11人うち5人が敵、やばいな。まあこうなるよね。でもよくわかんねえ。まあ、時間がないかな。じゃあ試しに食ってみっかっていうのもちょっと難しいんだよね。まあでもここで試しに、まだ時間ある。次いける、次まだ次いける、まだいけるでしょ。計算ができない。なんでだ、いけるだろ。2人落ちたところで2、4、6、や8人でしょ。 8分の3でしょ。いけるじゃん。確かに。でも、説さえ知れば、どっちが嘘ついてるか分かるんだよな。説を通じて流れるといいんだよな。ドクタープレイも結構面白いんだよな、これ。その、怪しいやつが通されたら自分だけ分かるって。
うしよう。心苦しいけど説を疑ってみるか。一人が隠れしかだろ。賛成するでいいのかな。うん、いいんじゃない。説に票が集まったらな、どっちにせよ美味しいんだけど、どっちに転んでも別にこいつがクノシアだろうがなかろうが。あー、やった。ただクックルしか邪魔なんだよな。絶対逆行ってくんだよな。当然だけど。ごめんね。あ、新道だ。仲間になろうってか。いいんじゃないの。ダメか。まだわかんねえんだよな。うん。努力するだけしてもいいか。バグだったんか。お、いや怪しいやん私。参ったな。クルシカは消されるとは。参ったな。だなってことは、ってことは、SQ か。SQ が来る。でもまあお前しかドクターいねえんだから SQ ダメだって言えばいい。信じてくれるかね。まあ茂道いるからね一応。そうだ、人間じゃん。人間だね。なんとかそれで票集めらんねえか。守護天使守ってかいるのかわかんないけど。いや、いるでしょ。だってだってククルシカが死んだんだ。ククルシカが死んだんだもんね。バグはいないんでしょ。ってバグはいないと思う。疑うよりかばった方がいいかな。いや先手取った方がいいよな。うん、俺は SQ でいいだろう。人間嫌いよな。何やったのシピ。怪しいよねこれ。ありがとう。まいったな。シピ人間なんかな。シピは、ちょっと SQ の動向を見たいよね。今日ロジック高いくせにポンコツすぎるからさ。
ってことはさ、ククルシカがバグだったんだからまだ3人いるんでしょ。うん、で1人が S 級でしょ。かっこいい。理屈じゃねえ。早く決めちゃえば。でもこれなんかしょうがないことになり気もするけど、あがないない程度も、まあ、しげみちゃん入れないとして、おっ、まだいいじゃんこれ。これじゃいいじゃん。これレムナンなのかな。もう一人は、うーん、ってかかってくるから比較だけど、うん、まあどっちを潰せばいいだろう。これ人間だったらほら入れるだと、うん、どっちでもいいな。動かなくてもいいし、勝手にやってくれて。あ、S級がレムナをかばった。あんまり喋ると今度、うん、あのグノーシャに狙われるからで、とりあえずエスケンスだ。多分どっちもあんだよなこれってことは。おそらくどっちもだと思う。エスケンやめて。もうちょっとラッキオと仲良くして。ラッキオと仲良く。どんだけ嫌われてんだよ。嫌われてる。あー、君が、喋んなかったのに。全然違う。え、全然違う。S級、シャーミン、シピ。もう3人残ってるじゃん。嘘。じゃあもうゲームオーバーだったね。本当なの？変身主義者だったの？で、ジョナスバグだしね。本当だよ。が守護天使だったのかよ。全然違かった。あたりが分かる。じゃあラストやっていいよ。もっと簡単なにしてる。確かに難しかった。あれは人数が多い方がいい。それ難しいだろ、うん、全部いいんだけど。あ、比較的簡単だじゃん、それ。バグいるけど。バグいるのが難しいな。助けて、説。全員いるの？ああ、あれ、留守番いないんか。初めてレムナンのエンジニア見た。
初めて S 級のドクター見た。アブがいる。私は守護天使。さすがユリコ。マジで、カリス、存分なカリスマ性で今いけたの？嘘だって分かったのかな。直感高いから。それか敵だと思って、敵だと思ってやったから。仲いいのかな、ショックだわ。まあ分かんねえな、分かんねえな。何もねえよヒントは。どっちゃんに分かれたかぐらいで、最初投稿見ることしかできないからね。どうでもいいシャーミンとりあえず、本当にどうでもいい。なんで説喋ってなくね。入れたやつは一応怪しいんかな。最初は大体怪しいよな。なかなか、なかなかっていうか多分1回目でグノシア吊るしたことないんじゃない。まあそうだよね、うん、入れたやつは怪しいよとりあえず。まあ表は分かるとは思うんだけど。セツジョナスステラ。明夫と仲良くしたい。いた。どうしたいんだよお前。まあ役職についたと4人のうちどれか。俺が一番怪しくないんだろう。白はどれかな。なんか個人的な傾向だと、レムナンは白っぽい気するんだけど。でもぶっちゃけまだ役職が狙われることってなくない？もう片方が怪しいから。まあいいんじゃない別に。だって他に守るやつがいないじゃんこれ。どうせだけ守ってみよう。ごめん茂道。あら、おう、口があった。まだちょっと泳がせないとわかんねえよ。あまり時間もないんだよな。まだ、いやまだあるか。あるよ、15人。まだちょっとドクターの片方に着替えてほしくないな。
ナスって公開日誌に残りにくい喋り方するんだよな。ユリコ誰かかばってたよな。何々を疑うよりをみたいな。違う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 。ユリコがやたら活発なのはなんか確かに気になるな。S級大丈夫っていうか。そう、それが気になる。S級黒でいく。S級が黒だったらユリコも黒になると思う。乙女はかばわないんだよな。同調してもいいかも。は？反撃？論点変えられたんだけど。ルームナンまで言い始めちゃった。勝ちを勝ちとかあれじゃなくて泣きをかばってもいいかな。うん、イベントが見たい。とにかくすげえダメじゃんお前。もうどんだけ言われるんだよラキを。何人から言われてんだ。スキルも使えたし、あげく。ああ、ステラが怪しいなってんのか。ステラが人間で、スキルがグノシア。スキルがグノシアだと、レムナもグノシアかもな。どっちなんだろうな。乙女が白で。なんとも言えねえ。どうなんだ。無茶言うなって言い方。難しいな。ユリコでいっかな。いいんじゃない。茂道は敵だった。じゃあ人間だったし、ユリコは言うてるし。乙女は白なんでしょ。わかんねえ。AC バグ。スターから信用臭が漂ってくる。誰にしようか。まあ役職のやつだろ。乙女とかじゃない。乙女、うん、完全に信じてるわけじゃないんだけど。そうなの、うん、まあでもどっちにせよ。乙女を信じるんだったら、セツがグノシアでめっちゃラッキーだよね。そんなうまくいかんか。
そうなんだろう、ね、クルシカとレムナーだったらどっちなの。もしお、あれ ?S 級とレムナンだと思ってたけど、乙女を人間だって言ってんの。あ、でもそうか。じゃあ S 級とレムナン、乙女をに、ん?あれ?なんか変じゃね?いや、S 級がだから、苦悩者だったら乙女に人間でしょ?うん。だから乗客で合ってんじゃん。だからレムナンは。あ、レムナンが。S 級とレムナンだと思ってたけど、乙女が人間だっていう。レムナンが本当のこと言ってんのが嘘言ってるかわかんないけど。うん。そこはちょっとわかんねえ。お！あ！バグだったのかな。でもそう、調べて、いや、調べてくれればわかる。バグではないよ。だったらわかるもん、ここで。お、面白い展開になってきた。そんな都合のいいことある？もう、もうあと一人だけど。すごいいいんだけど、めちゃくちゃ。乙女だったらレムナンが怪しいんだな。うん。 S 級が消えたことを考えると、まあ怪しいのは乙女だけど、さっきみたいな、さっきの私の ドクタープレイみたいな時もあるからな。あの相手、そう考えるとうまいよねあれ。うん。AC 主義者、あれ AC 主義者はいねえのか。あ、でもバグ、バグはいる。バグはいんのか。確かにちょっとコメットは何だ。え、でもバグはいるけど、うん、バグはいるけどエンジニアではどっちもあの、間違えた。どっちも S 級を調べてないから、間違いなくグノシアにやられたんだよ。うん。それは言える。それは言える、うん。それは確実だから。人間で乙女が、バグか、グノシアか。乙女怪しいなぁ。そう考えるとククルシカは本当のこと言ってるんだよな。うん。シマスはいつもなんか全く喋んねえやつね。誰もかばわねえ、かわいそう。まあ乙女が黒でいいんでしょ、とりあえず乙女を黒の方向に持っていくの。絶対に敵だがあんじゃん。ってことはもう絶対に敵なのがわかるってこと。そう、敵か人間って。多分見たらわかんじゃね、あの報告、それ報告見れば。乙女は黒なんでしょ。乙女が人間かバグかちょっとわかんないんだけど。でも神、ってことはまあ乙女は調べられて消えてないから、あ、グノシアで、グノシアでしょ、間違いなくグノシア。乙女は、乙女はグノシアと考えると食い違ってる。まあレムナンも敵だよね、それだと。うん。え、いいのかなそれで。そうでしょ、 AC か確実でいいんだよね。バグかどうかわかんないけど。え、ちょっと乙女のあれみたい。乙女が怪しい。
ジョナスもなんか怪しいな。なんでユーリコの自分よりステラの方が怪しいって。ステラも怪しいんでしょ。いや怪しくない、乙女がグノーシアだって言ったんだから。どうだろう、嘘ついたんか、関係ないか。関係ねえと思う。グノーシアはグノーシアのことグノーシアって言わねえんじゃねえか。言うかな。足切ったってこと。そこで本当のことを言っても別に不自然じゃないしね。もう絶対人間なのかっていうのは分かんじゃん。それはもう分かるんじゃない、絶対人間なのよ。誰え、ほらエンジニア報告見たら分かんじゃん。ククルシカの本が本当だとするとジョナスは人間。それはでもちょっと深くてか。いやでも乙女は黒だとするとそうなるんだよ。うん、乙女は黒だとするともう相応にしかならない。そうだからジョナスは OK、ジョナスは人間っていいんじゃない。いいのか、いいのかな乙女で。ちょっと私絶対敵だ、ちょっと私わかんない。うるさいって言われちゃった。そんな喋ってた？やべえ。使えるんだったら使っていいと思うんだけどな。いやもううるさいって言われたから喋れねえよ。そうなんだ。だって確実に票もらえるからさ、別にうるさいって言われる。まあレムナンがうるさいって言ったから別に不思議ではないんだけどね。ほらやっぱり。あ、ありがとうラキュー。本当に君便利。お、確定した？確定した。じゃあこれレムタになるだろう。なんか絶対的だとか言ってもいい気するけど、なんか間違えたら怖くて。そうなの。うん、間違えたら怪しいじゃん。まだラキオもユリコもいるから任せてもいいなと思ったの。惜しげもなく通ってみよう。ダメだった。でもちょっとテキスト変わった。守るやつ苦しかった。苦しかだろ。やったー、ユリコがバグだったんかってことは。そうだな。そうなの、ちょっと待って、もう一回見て。え、そのデータ参照エンジニア法。いやそうでしょ、だからユリコがバグだから消えたんでしょ。消えたでしょ。で、なんだっけ、ドクター報告。ドクター報告、ほら、え、だからそれそうでしょ。乙女とレムナンがグノーシアなんだから。うん、レムナンは人間だって言うでしょ。なんか乙女はいいんだよな、そう、てこれ合ってんだよな。合ってる、絶対敵だでいいじゃん。
乙女だよね。乙女。やったー。もう終わり？流していいんじゃない？芋づる式になっちゃうよなこれ。うん、これグノーシャ側でやるときは気をつけなきゃいけないんだよなこれ。なんでだよ、なんでだよ。助けてくれ、仲間から疑われるんだよ。クノシアだったら絶対敵だなんて言わないで。ああ。まあ別にいいんじゃね。俺のラキオが。俺のラキオ。取られた。ラキオ取られた。シャーミンなのかな。もう一人だからね。エンジニア報告としてくくるしかないっていうことは絶対やから、シャーミンかな。もう一人ハマってるやつを見合いじゃん、単純に。ミオが怪しいって言われたし、苦しか。シャーミンあんまいないんだよな、他に変なやつ。コメントに取り繕おうとしたのかな。うん、可能性はある。生き残ることが優先だから。ドナツは感じてるけど、シャミが怪しい。うん、とりあえずシャミでいいのかな。これ仲悪いだけなんかわかんないけど、ラキオは潔白に一票って言ってる。え、あれじゃないの、乙女じゃなくて。乙女だね。そっか、もう確定するとそんな感じなんだ。うん、分かるよ。次は本当に誰もいねえ。まあ足毛もなく通うか。うん、全然上がんねえな。苦しか、危ない。よかった、シビでよかった。なんてこった。もうちょっと、もうちょっとまともにしてくれよ。苦しか。なんで消えたやつなんだよ。いや、まあわかんないからね、それは。後から消えるから。あらあら、やべえ、参ったな。なんで疑われてんだろう。ピン、そんなにうるさかった？公開日誌で乗らないくらい、いや、ほとんど喋ってないじゃん。次を潰すしかないってか、他にスキルはないのか。なんかないね。協力しようぐらいしかない。このままミユの流れになるのは避けたいけど、発言してなんとかできないの、それ。
発言してなんとかできないの？したいけど。わかんない。なんてかシャーミー怪しいっつってるけど。ね。それともコメットが敵なのか。失礼なさん。助けてくれ。やばいな。めっちゃやばいな。ここまでかな。嘘でしょ。どうしよう。どうしたらいいかわかんねえ。コメットから票もらえそうだから他のやつかばったらいいんか。しかも厳しそうだから。厳しいな。ダメでした。だよな。ジナだった。しょっぱな入ってきたか。少ねえ。ジナとシャーミンだ。ん？ユリコバグ、バグをうまくやったのはすごい良かったのにな。残念でした。残念だったな。チュリちゃんかもね。ないと。もうちょっと見たいなぁ。うん、ラッキーは熱烈なラブコールしたのに、全然、動いてくんなかったんだけど。なんか、ククルシカは乙女の嘘に気づいたの。ユリコがレムナの嘘に気づいた。
めっちゃ乙女怪しまれてんじゃん。うん。うちね、SQ を襲うんだよ。芋づる式にわかるじゃねえかよ、そしたら。なんで乙女じゃなくてレムナンが嘘をついてるってあったの？なんでだろう。今日全然なびいてくんねえな。ミオに入ってるし。冷酷なやつだ。合理主義者だから。その割にはなんか投票結果自体はポンコツなんだよな、割と。材料が揃った瞬間にもうこいつだって言えるけど、それ以外はポンコツ。強いんだか強くないんだか。寝よう。寝ちゃおう。じゃあ。